どうも皆さん、バンタンということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですけども、大宮戦についてね、試合を振り返っていこうかなと思います。まあ、開始早々から大宮に先制され、まあ、その後ですね、大分のコーナーキックから、ペレイラ選手のヘディングシュートで、追いつき、さらに高畑選手の綺麗なクロスからのサムエル選手のヘディングと、そこでね、逆転した大分なんですけども、まあ、前半終了間際ですかね、まあ、大宮に追いつかれて同点と、まあ、大分からすれば、まあ、勝ち点2を落としたような、勝ち点1を拾って帰ってきたような、まあ、そういった試合ではございました。ただね、まあ、この試合結果に関してね、2対2という結果にはなったんですけども、まあ、皆さん一旦ね、そこをちょっと置いといてください。まあ、この試合ね、すごくこう面白かったよというのをね、ちょっとお伝えしたいので、一旦結果のことは忘れて、この試合ちょっと振り返っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。まずですね、試合の感想からなんですけども、まあ、このね、試合に関して僕が思ったのは、まあ、まずお互いに良さを出し切った試合かなと。大分の良さ、後ろからビルドアップして、まあ、相手の背後を狙って前線を一気に押し上げてゴールをするっていうね、まあ、そういった攻撃の厚み、まあ、デザインされたその攻撃とかね、まあ、そういうのがね、多く見られて面白かったなというのと、まあ、大宮は大宮でやはりそのショートカウンターを主体にしているチームなので、まあ、そこがね、まあ、大分相手に対して、まあ、うまく出していたなと。で、まあ、この試合大分はね、前節と同様で 3-4-2-1 で、まあ、ボールを保持してボールポゼッション率を上げて戦ってきたんですけども、まあ、先ほども言いましたけども、大宮のこのショートカウンターですよね。まあ、このショートカウンターがね、まあ、大分に対して本当質の高いショートカウンターだったなというね。で、後半に入ってからは、大宮のそのショートカウンター、攻撃がね、うまくこう連携し始めて、まあ、そこに苦戦し始めたあたりで大分がね、攻撃がちょっと単調になってしまったなというね。まあ、金崎選手とか、ね、まあ、個人で突破できる選手が入ってきたことにより、まあ、より一層その選手に頼ってしまい、まあ、なかなか連携がね、取れなくなったなっていうのが、後半見て思いましたね。で、まあ、失点に関してなんですけども、まあ、1失点目に関しては、大宮のね、1本目のコーナーキックからだったじゃないですか。で、大宮の選手がね、まあ、ヘディングして、ボールポストに当たってそのまま、またその選手に当たって入るっていうね。まあ、いったらピンボール状態ですよね。まあ、そこはね、ちょっとボールポストに報われなかったなという感じですよね。ただね、その選手をフリーにさせてしまったっていうところは反省しなくてはならないですよね。それさえなければ防げていたゴールかなとは思います。で、2失点目に関してなんですけども、まあ、梅崎選手が奪われたシーンですよね。まあそこはね、まあ、梅崎選手の、まあ、判断ミスといえば判断ミスにはなると思うんですけども、ただね、まあ、大分がボールを奪ってから左サイドに対しての、押し上げがちょっと足りなかったんですよね。で、周りの近くに選手がいない。で、梅崎選手はね、多分ボールを出すところを探してたんですよ。そこの一瞬の隙をついた大宮にボールを奪われて、そこから股を抜かれてパスを出され、そのままゴールをされるっていうね。まあそこはね、まあ、あそこはね、梅崎選手がボールを取られたって見られがちなんですけども、まあ、あそこ大宮選手の切り替えの速さと、まあ、ボールへのダッシュですよね。そこがね、大宮のショートカウンターの良さですよね。奪われてもすぐに奪い返しに行く。まあ、そこが本当徹底されてたなという、まあ、そこのうまさが出て失った失点だったなという感じですよね。まあ、そこはもう本当に素直に大宮を褒めるべきなのかなと思います。ただですよ。ただ、2失点したんですよ。はい。結果的にはね、2失点したんですけども、でも3点、4点取れる試合でもあったんですよ。もしかしたら結果はね、その3対2、4対2になってもおかしくはない試合だったんですけども、最後のその決定力に関して、まあ、大分そこは本当に反省しなくてはならない。正直もっとやれたと思います。はい。この試合に関しては。まあ、得点を奪えなかったことに対して僕は、勝つと入れたいとこではございますね。はい。はい、ということでね、まあ、お次なんですけども、まあ、動画の冒頭でも言ったんですけども、まあ、この試合ね、すごく面白かったっていう部分をね、ちょっとお伝えしたいなということで、こちら、大宮と大分のレベルの高い攻防戦とはということで、ちょっとこちらについてね、解説していきたいと思います。はい、この試合ですね、大宮442、大分3421から、始まりました。で、まずね、大宮の守備についてなんですけども、大宮ですね、前からはめに来るハイプレス戦術できましたね。まあ、ペレイラ選手がボールを持った時に、大宮の選手、
前の2トップがね積極的にプレスをかけに行きます。まあ、大宮の狙いとしては大分のね自陣のビルドアップの部分をつくような形ですよね。で大分はねいつものようにまあボール保持するためにまあ両サイドにボールを送るんですけど、まあ、例えばそのサッカー選手に入ったところですね、サッカー選手のところにボールが入ります。その時に各選手の矢印がこんな感じになるんですよ。大宮はねボールを持ってない選手のところもねしっかりとまあコースを塞ぎつつプレスをね、かけまあコースを限定させていくというね。でこの試合ですねやっぱり大分の下田選手のねいろんなところにそのパスを供給する部分ですよね。大宮からすれば下田選手のところにボールが行くのがね本当に怖いところではあったので、まあ、2トップの選手がプレスをかけに行くと同時に下田選手のところにねあのコースを塞ぎに行くんですよ。まあ、言ったら蓋をするような形ですよね。で大分は下田選手のところにボールが出せない状況になると今度は逆サイドのセンターバックのミサオ選手にボールを預けるわけですよ。でミサオ選手にボールを預けると、まあ、また逆も一緒ですよね。2トップの選手がしっかりとプレスをかけそこに連動して他の選手もコースを遮りつつプレスをかけに行くというね、まあ、大分からすれば大宮のねこのハイプレスは結構ね嫌だったのかなという感じですよね。で大宮の一番の狙いとしてはここなんですよね。こういう風にプレスをかけに来た時に、まあ、梅崎選手メタラシャドウのところにね大分がボールを出した時梅崎選手は町田選手のところをですね狙ってそのプレスのね圧を一気にここでかけるんですよ。で大分はね前が向けないのでもうまた下げるしかないんですよね。そこを再び相手の2トップあたりそして右サイドあたりですよねプレスをかけてボールを狩りに来るというね、まあ、これがね大宮の徹底されたハイプレス戦術ですよね。まあ、こうなるとね、なかなかパスの出しどころがなくなっちゃうんでしょうね。ただね大宮にもね弱点はあったんですよ。このハイプレス戦術ってボールを奪いに来るんでまあなかなかパス出しにくく相手のミスを誘ってそこをダッシュしてショートカウンターにつなげるっていうね戦術なんですけどもこれにもねしっかりと弱点はあります。今この状態の時に一つ見て思いませんか。そうなんです、ここにねスペースが空くわけですよ。こんだけねやっぱハイプレスをかけていくと、まあ、ここのスペースがね空いちゃうので、まあ、ここのスペースをねやっぱ大分はどうしても突きたいとこであったので、でまあ大分からすればここのスペースを突くためにやっていたことっていうのがペレイラ選手に預けた時に他の選手の矢印がこういう感じですよね。大分のどの選手にボールが渡ってもボールを奪いに行くぞっていうねそういったプレスをかけに行きます。で大分はですねまず下田選手に預けます。下田選手のところにパスを出すことによってまあ大宮の選手の矢印はこういう感じになるんですよね。まあ大宮からすれば下田選手をねやっぱどうしても見てしまうような形ですよね。そこに坂選手が降りてきて、まあ坂選手だったり三沢選手あたりが両センターバックがこの背後を狙うんですよ。井上選手がね作っていたチャンスの中で、まあ、こういったパターンもやっぱあったので、まあ、ハイプレスをかけてくる大宮に対して大分はじゃあビルドアップしてその裏をついていくぞというねそういった戦術ではございましたね。まあ、そういう戦術とのそのやり合いですよね。お互いのいいところをねこう出し合ってるようなぶつけ合うようなそういった試合だったんですよね。で大宮には大宮の戦術があって大分には大分の戦術があるわけで、こう見るとサッカーってやっぱ面白いですよね。お互い違う戦術をこうぶつけ合うっていうなんかそういう試合だったんですよ。まあそういう見応えのある試合だったかなとは思います。では続いてですねちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、大分の2点目ですね。まあ2点目に関してはすごくこう大分の良さがあったなっていう大宮の守備を崩した場面、ここねちょっと注目してほしいんですよ。まあ、まずイミバ選手がペレイラ選手にパスを出します。で再び高畑選手のところにパスを出すんですよ。まあ、当然大宮からすればプレスにかけに来るわけですよね。で高畑選手はペレイラ選手に一旦戻し、再びユミバ選手ペレイラ選手からの右に井上選手にボールを預けます。でそこで降りていた坂選手がボールを受けて中の下田選手にボールを出し、で下田選手が中央の梅崎選手にボールを出します。でその2トップの間の下田選手にボールを戻し、左に戻っていた三沢選手にボールを出して、左の高畑選手はここでねワンタッチで弓場選手にボールを出し、このワンツーの連携ですよね、まあ、弓場選手にボールを出し左の空いたスペースに高畑選手が走り込んで中央のサムエル選手にドンピシャで合わせてゴールというね、まあ、大宮はね 4-4-2 の形を作りつつもしっかりとスライドして守備をしてくるので、まあ、サイドに散らして中を使って少しこうスライドがずれたところにこのスペースが生まれてくるわけなんで、そこをうまく利用してね、ゴールを奪ったのが2点目のシーンだったのかなと思います。で、まあ、まとめますと、まあ、大分はね後ろから丁寧につないでサイド攻撃を
まあ、徹底的に攻め、しっかりとゴールにつなげたと。で2つ目、大宮はね、大分の小さなミスにしっかりと狙いを定めて、まあ、試合開始から積極的にプレスを仕掛けていたと。で3つ目、まあ、お互いに合わせる戦術ではなくって自分たちの良さを全面的に出した好ゲームだったんですよ。いや、ありますよ、サッカーにおいて相手の戦術だから自分たちはこういう戦術を使って相手に合わせて戦うっていうのもあるんですけど、今回に関しては本当お互いの良さをぶつけ合うようなそういった試合でございました。まあ結果的には2対2にはなりましたけども、まあ個人的にはね、すごく見応えのある試合だったのかなと思います。ただですよ、ただそれでも勝たなければならない試合だったかなと、本当勝ってほしかったなっていうのが正直思った感想です。まあ、大宮も大宮でね、残留争いで、まあ、必死っていうのは分かるんですけども、まあ、そういう相手に対してやっぱりこう大分は勝たなければならないんですよ。そこがね、今回の試合すごく悔しかった部分かなと思います。まあ、皆さんはどう思うでしょうか。まあ、よかったらね、皆さんのその試合の感想や、意見など、ぜひコメントの方で教えてくれたら嬉しいなと思います。まあ、これがね、今回僕が見た、試合の感想でございました。皆さんはいかがだったでしょうか。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またね。